さあ今日の朝ごはん、やっとね、パンがちゃんと焼けたんで、サラダ多めに。この後、ターンオーバー来ます。はい。いやでもここ本当朝食美味しくて本当幸せ。飲み物どこ行った？はい、カプチーノ。はい、こんにちは。まだジッダにいます。ジッダのジッダで一仕事やって、二仕事ぐらいやったかな。LLM で各種実験をやって、朝ごはん食べてちょっとほっと一息ついてるところですけど、今日まだだから9時ちょい、ジッダ9時ぐらいで、この後だから12時までなんとか粘りたいんですけど、昼まで一応チェックアウト12時なんで、チェックアウトまでなんとか充電ができてインターネットが使えるってもう天国みたいな環境だからね。座れて風呂も入れてみたいな。しばらく湯船のある風呂には入れないでしょうから、非常に貴重なんですよ、湯船がある風呂に入れるって。で、忘れてたんですけど、このあと次のフライトではこう人生最大の人生最大か、この今回の旅最大の難関が待ち受けたことに思い出して、落合君がサウジに来るらしい。家か、落合君サウジにこれから来るらしいんだけど、でもなぜか内海さんってね、あのセガの社長になった内海修二さんも、なんか今リヤドってサウジアラビアのど真ん中にある都市ですけど、リヤドの e スポーツに来てるらしくて、何これサウジアラビアすごいね、世界中から酒のない酒が、まあ落合が飲むけど内海さん酒飲まないからな、まあ、その世界中からそんな人たち呼んでるわけ、まあチームラボといい、あの猪子さんもね、基本的には友情のためには酒は飲まないって言ってたからね、まあこの間飲んだけど結局、まあそういう世界戦世界戦で今戦って、ノンアルコールの世界で戦ってるわけですけど、いやこのあとさ、もう二度と行かないだろうと思っていたカイロにどうしても行かなきゃいけない、エジプトですね。僕が去年エジプトでどんなひどい目にあったかっていうのは、まあ、この番組の過去アーカイブもあるし、あと実際のそのまあなんか動画動画も YouTube にちょびっと出てますけど、いやエジプトはね二度と行きたくないと思ってたけど、もうまさか1年経たずにまた行くことになるとは、乗り換えなんでね、でどうしてもエジプト行かなきゃいけない、いろんなルートを試したんだけど、もうこの世界一周航空券の枠組みの中で、僕がヨーロッパに行くためには絶対にエジプトを経由しなきゃいけないと、あの地図的には後ろに下がるんですよね。だからそれちょっと左というかちょっと西に行くのかな、まあでも別にそのなんかあんましヨーロッパに近づいてる感じもしないんで、あんまし行きたくないのは間違いないと。でなんかエジプトが嫌すぎて忘れてたんだけど、その後2回乗り換えるのかな、エジプトと、だ本当はパリに行くのが目的だからね。でもその前に、で今度こそ泊まりないですよ。いやカイロだ。カイロにまず行って、この後地獄だ。でもカイロはね、これね深夜1時に着いて3時に立つだから、さすがにあの昼間熱心にこう営業してくる人たちもいないと思うんですよね空港の中だから大丈夫だと思うんだけど、その後ウィーンに行くんだね、わざわざウィーンまた行くんですけど、でまたウィーンに行って、ウィーンはでも1時間しか乗り換えないですね。というわけでやっぱこの仕事にもやっぱ年齢制限というか年齢的限界はありますよね、多分ね。てかすでに年齢的というか精神的限界今感じ始めてるもんね。
カイロに行く時点で。でも今回マシなんですよ。なぜマシかというと、全てスターアライアンスだから。スターアライアンスの、まあ、ANA とか、ルフトハンザとか、まあ、ユナイテッドとか、まあ、今回だったらイスタンブール空港じゃない、ターキッシュ、トルコ空港とかトルコ航空とか、そういうその同じ系列が使えるんで、まだマシなんですね。これがあの同じ系列使えなくなる場合もあるわけ、まあ、例えばアブダビによるとか。アブダビはないので、アブダビ国営のやつしかなくて、そこはどこにも入ってないので、そのスターアライアンスとかスカイチームとかないので、そこ行っちゃったらあのそれそれまた面倒事が増えるんで、今回マシなんですよ。すごくマシな方なんですね。すごくマシなんだけど、このテンションの下がり方、いやでも結構きついな、なんで俺この日程にしちゃったんだろう。かといってじゃあウィーンに一泊したら幸せかっていうと、別にそんなこともない。別にウィーンもそんなに長居したい場所ではない。別に嫌いじゃないよ、嫌いじゃないんだけど、ウィーンどうせまた来るんで、どうせまたあの今回の旅でもう一回ウィーンに戻るんですよ。だから別に経由してもしなくてもいいんだけど、まあ経由せざるを得ないっていうかね、因果な商売ですよね本当に。いつまで続けないのか、こんなんな、もうだから体力的な問題ですよね基本的に。という意味では本当にあの思いがけずですね、そもそもそんなことありえんのかよって話なんですけど、秘書がね全部の日程を手配してくれた頃はそんなことありえるわけなかったんだけど、このやっぱ一人でやるとマジで珍道中になると。もうデタラメな日程とデタラメなこう旅行計画と、でなんならまだパリより先のホテル決まってないですか。だから今回もカイロの2時間のトランジットで、本当に2時間以内に俺はその飛行機に乗れるのか。しかもなんかね、ここだけねここだけ、ね、ここだけスターアライアンスじゃないのかな、ここだけエジプトエアなんですよね。それもまた恐怖を誘う。こんなことあるんでしょうかこんなことあるんだろうかね本当に。いやだから僕がどれほど今回の旅がむちゃくちゃかっていう思っているかっていうことだけは、先に皆さんにお伝えしておきます。全く何にも予想がつかない恐ろしさ、怖いですね。ちなみにさらに言うと、定例会議がね、お給料をいただいている定例会議も控えてますと、出張中に。それも果たして実現可能なのか、もう誰にも分かりません誰にも分からないっていうか、まあ僕には分かりません。大変なことですよ、大変なことですね。生放送できる場所行けないのかな、ちょっと挑戦はしたいと思いますけど、まあこれもね、下手すら遺言になっちゃうかもしれないからやだなこんな遺言。いや生き残ります、生き残りますけど、分かりませんこの後どうなるか。それでは皆さん、さよなら、さよなら。